先生こんにちは。はい、こんにちは。今回はですね、はい、ちょっと面白いスポットを永瀬先生にご案内いただけると聞いてやってまいりました。はい、はい、東長野歴史探訪第2回。今ここはですね、これ2号線ですね、はい、前はですね、このコープ神戸の生活文化センター、はい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 、ここはもうよく通りますね。南側は灘中、灘高ですね。あの賢い人たちがいっぱいおる、はい、久本市長も、そして現斉藤元彦知事も、そうですか、ここご出身ですね。いやいやいや、まあまあね、はい、あの誰もが知るあの灘中灘高、灘高です、はい、この灘中灘高さんの前を歩きまして、すぐにこの小さな脇の階段を降りていただきます、はい、こんな階段がここあったんですね。あるんですよ、はい、ここを、はい、降りていきます。そしたらちょうどこの2号線の下をくぐるような感じで道が続いてます、はい、ちょうどあの灘中灘高のテニス部の生徒さんが部活をされてますね。みんな優秀なんやろな、ね、優秀だけどこのスポーツも頑張るというところが ね、いいですね。このエリートだけどこの文武両道でいいですよ ね。でここまで来るとこのはい、ラーメン屋さんの豚骨スープの匂いがですね実にこの映像では先生伝わらないですけど、これはいい匂いするんですよ。またお腹が空いてきちゃうんです ね、はい、確かにあのスープ、豚骨スープ作る時 の、 あの独特の香りが、そうですね、このトンネル内に充満してますよ、はい、このトンネルの北の方へですね、はい、あの抜けていきます。ここから本当に狭いあの生活像が続いていく。こんなとこ僕来たことないです。ここはあの東長野区田中町というところですね。はい、これこの住吉駅界隈にお住まいの方々も、はい、あまりこの辺って来ない場所じゃないですか。そうですね、まあ、お住まいでない方はなかなか来ないかもしれないです ね、なんかスーパーとかそうです、ね、あるわけでもなく、なく住宅街ですよね。もう完全に住宅街で本当に車も、はい、あのすれ違うのが難しいぐらい狭い道が続きます。あ、そうですか。ですから今日これからご案内するところお越しになるときはぜひ、うん、あの公共交通機関と徒歩でお越しいただきたいと思います、はい、もしくは自転車とかね、自転車とかね、はい、車本当止めるとこないです。その自転車や歩いて、はい、来るだけの価値があるあります、面白歴史スポットですね。まもなくもうその衝撃的な映像を皆さんにご覧いただきます。はい、あ、ちょっと見えてきた、あれかな、見えてきましたね。うわ、灘中灘高から歩いて3分かかってないですね。はい、はい、ご覧ください。すごい、はい、首地蔵様です。首地蔵様、はい、お首だけのお地蔵様なんですね。うわ、すごいインパクトがめちゃくちゃありますね。ありますね。そうですね、ちょっとお地蔵様にこの動画出演料を兼ねてこれお参りをしとかないといけないそうですね、ちょっと失礼いたします。お地蔵さんは道先案内役をしてくださりますからね。そうですね、はい、僕も後でじゃあ手合わさせていただきます。こちらのお地蔵さんはこの、うん、ま、あの掲げられている看板によりますと、うん、大正6年に、ま、この地域の人々によって建立されたもの、はい、で首から上のですね、あの病気とか怪我にですね、うん、特にいいと言われているということです。へ、あ、最初は大正6年に作られて、そうなんです。ほう、でそれがでこれ見たところこのお地蔵様の周りのこのね、はい、あのお社綺麗ですよね。上のなんかあのやつは御影石でちょっとこうアンバランスですよね。そうですね。これはなぜかと言いますと阪神淡路大震災の時にこのお堂が倒壊してしまったんですね。ほう、でそれをやっぱりこの地域の皆さんが守っていこうということで、はい、再建をされました。この裏にしっかりそのことも書いてありますけども、書いてあるんですね。はい、だから平成7年に被災をして4ヶ月後には復興してるんですね。すごいスピードでこれやられたってことですね。じゃあ地域の方にしてみたらあのこの地域を守ってくれてるお地蔵さんやから大切にしてるから、そうですね、もうすぐに復興しようと、はい、で新しいこのお堂の こちらにも銘板がありまして、うん、建立当時、大正6年当時にですね、はい、このお堂を作るために寄付された方々のお名前がちゃんと今も残っていて、やっぱり地域の人と絆をつなぐ大切な、まあ、あの役目をこのお堂が果たされてるんですね。あ、この
このこんなんですかね、首だけのお地蔵さん、しかもこのサイズ感って、はいはい、見たことないです。そうですよね、こんな大きいのね。もう一回ちょっと失礼してお地蔵様の前ちょっとね、はい、よく拝見しますと、ちょっとお顔のところにね少しこのおけがみたいな感じでこう、はい、あ本当塗料が剥落して、これもしかしたら震災の時のでかもしれないですね。これちょっと分かんないですけどね。いやなんか綺麗にお化粧されてて、そうですね、なんすかね、こうちょっとこう細長い、ええ、こう頭の方が ね、 そうですね、長めのお顔で、すごいお優しいお顔で、ね、サイズ感でいうとどうですかね、このお顔のサイズ70センチ、うん、ありますね、ぐらい70センチか6、70センチありますか、大きいですよね。あのなんか全国的にこう首だけがないお地蔵さんってよくあるじゃないですか、はい、ありますね。あのなんですかね、お顔にこうお願いをすると病気が治るとか、はいはいはい、出世するとか、だから首だけ取って帰る、はいはい、そういう人がいて、ね、人もおったりとか、はい、もしくはあとねなんか崩れてしまったりとか、はい、お顔だけお首だけって珍しいと思う。珍しいですよね、はい、これあれですか、あの地域の人たちご存知ですか。この地域の人たちにとってはとても有名でして、うん、ここであの地蔵盆などもですね、あ、はい、地蔵盆なども盛大に行われるんですが、はい、こうちょっと離れるとね、うん、ご存知ない方も多分東奈良区でも多いと思いますね。知らないんじゃないかと。もう本当に先ほど言われたようにこう細い路地がいっぱいありそうな、そうなんです、そうなんです、地域なので、はい、まあ、この地域の方々ももちろんねあのよくご存知でしょうけども、あの東奈良区全域で考えた場合には、ね、知らない人多いと思いますよね、はい、まあ、このあの東奈良区にもこういうですね、歴史の面白い場所ってまだまだたくさんありますのでね、まあ、今日はこの第2回ということでこの首地蔵様を皆様にお知らせしましたけど、はい、またいろいろありますんで、ご紹介を続けていきたいなと思います。ありがとうございます、はい、じゃ あの最後にもう一度あの首地蔵さんに手を合わさせてもらって、はい、はいはい、でこの町のこと引き続きお守りください、お守りください、お導きください、ありがとうございます、はい、じゃあ、改めまして先生、次週も楽しみにしております、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。